はい、Hi, 皆さん。高梨樹です。英 <laughs> 語の襲ってたら、はい、とか言っちゃった。えっと、I appreciate 高梨樹の子供の日スペシャルということで、えー、っと、ちょっとここに今、あの、ゴールドを載せていますけれども、お子さんに求められる黄土色の才能ですね。黄土色の才能ですねって言いながら、この貯金箱をちらつかせていますけれども、<laughs> ゴールド。 貯金箱お分かりですねお金です。お金の才能ですよ。について大事ですね。お金の才能。お話ししたいと思います。<laughs> えっとですね、えっ、ー、と、子供に求められる黄土色の才能。子供に求められる黄土色の才能って、あの今の今喋ってて気がついたんですけど、お金増やしなさい。お金稼いでいらっしゃいっていうのは、 あまり言わないですよね。これ多分国によってだいぶ違うと思うんですが、え私の住む日本では子どもにそういうことはあまり求めないですね。あのどちらかといえば、えーと、お金のことなんか子どもは考えていずに勉強だけしていればいいのよっていうふうに言われることが多いかと思います。で、あのお金に関して言うと、 えーと稼ぐ、それから使う、それから貯める、増やすなどが挙げられます。そしてお金に関して一番大事なことって何だと思います皆さん。何だと思いますお子さんたちが知っていて一番大事なこと。これはですね、お金は自分のことも幸せにするけれども、 お金の黄土色の才能を伸ばすとたくさんの人たちを幸せにできるっていうことを教えするのが大事なのですよだからお金が稼げればあの人なんかどうなったって他の人なんかどうなったっていいじゃないかっていう風な考え方だと結局 この人も幸せになれないし、周りの人も幸せになれないし、世界の人も幸せになれないのですね。お金はなぜ一生懸命稼ぐかというと、世界を幸せにするために稼ぐのでございますよ。そして世界を幸せにするために使うのです。世界を幸せにするために増やし、世界を幸せにするために人に差し上げる。 ということが大事それか人に差し上げるって言っても二種類あってあの例えば自分で起業をしていろんな人たちを雇用してその人たちが働いてくれることに対してお金を差し上げるっていうのもありますしあの困っている人たちに対して例えば災害があった方とか、えー、と親御さんがいらっしゃらなくて困っていらっしゃる方とかあの 体の不自由な方とかいろんな方にあのお金を差し上げることができるんですね。あの差し上げられること自体、えー、と感謝することなのですね、その、えー、と人に差し上げて幸せを増やせるあの立場に置いてくださって、そういういことをそういう労働を。 私が一生懸命仕事をすることで、人をたくさん幸せにできる人に差し上げられるお金を稼げることがに感謝します、ありがとうございますということが大事なんだよ。 っていいいいうににおお子さんたたちにはぜぜひぜひお伝え願いたいと思いますあのそうしないとですね、一歩間違うとお金っていうのもあの非常に危険なものであのお金さえ稼げて自分たちが楽をできて楽しければそれでいいんだろうっていうふうになっちゃうとあのとても大変なことになるのでございますね。なので、えー、っとそうですね。 あのこのお金の才能はものすごく大切なのですけれどもこの才能を伸ばすとき才能の芽が出ているときのサインは例えばですね人のものをよりたくさん欲しがったりとかねえもっとお小遣いちょうだいお小遣いお金ちょうだいお金お金大好きなんだけどお金ちょうだいとかえっと冷蔵庫の中のもの全部食べてやれとか、うん、あのお菓子でおやつで一番大きいのどれかな あの一番得したいんだけどとかそういう風になる時むき出しの感情は貪欲であの意地汚くてがめつい状態になった時がお金の才能を伸ばすタイミングなのですね。 だからあのー、例えば一番大きいのを取ろうとした時にどうしてあんたいつでも大きいのを取ろうとしたのよ他の子にあげなさいみたいに怒ってしまうとえー、の子がんか頑張って大きいの取ろうとしたのにな,なんでいけないんだろうっていう風になってしまいますよね。でもあ,のあなたって 一発で一番大きいののが分かるのねそれってすごい才能よっていう風に褒めてあげると「へえー、そうかなすごい才能あんのかな」っていう風になります。分かりますかなのであの何かあった時に「嫌だな」とかっていう風に思わずに「あこの子って得をすることに対して非常に才能があるんだ」っていう風に思ってそこの部分を育てていってあげてほしいのですね。えー、っと そうですね。あのー、あとその常識って思ってることっていっぱいあると思うのですが、あの順序順番を踏まないとできないっていうことってないんですよね。あの、子供がお金を稼い。ちゃいけないという法律はないわけで、えー、っとどういうところでお金を稼ぐことができるかっていうことを。あの これ人によって違います。お金の才能があのずっと花開かずに行く人たちもたくさんいると思います。でもあのちっちゃい時にお金を稼ぎたいって思ったらその時にじゃあどうやったら稼げるのかねって言ってフリーマーケットをしてみたりとかオンラインショップしてみたりとかあの保護者様の責任のもとに株をあの 管理はやるけれども、えっと、どういうふうにやっていくのかねっていうふうに株のシミュレーションをしてみたりとかそうやってお金ってどうやって稼ぐんだどうやって貯めるんだどうやって使うんだどうやって増やすんだ お金って何のためにあるんだっていうのをあの分かっておくことすっごく大事ですのでぜひこの才能を育ててみてくださいだから皆さんあの意地汚いとかがめついとかお金に汚いとかあの言われて傷ついたことがあったとしてもそれはあなたの素晴らしいお金の才能ですでこれあの傷ついてそのままにしておいてしまうとですねかえってお金をもっと使う人になっちゃうんですよあの テレフォンショッピングとかでですね。 あの余計なものをガン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 必要じゃないものもあそれいいかもそれいいかもって言ってお金をものすごく使いたがったりとかそれからあの人のものからできるだけお金取っちゃおうっていうふうに考えたりとかあいつからだったらどのくらいもらえるかなとかそういうふうに考えたりとかですねあのー、そういうふうに人や社会に依存するのではなくお金は自分の才能でしかも 自分が好きなことで楽しんで稼ぐのが一番なんだよっていうことを覚えておいてくださいあの。どこかいいところ一生懸命勉強していいところに入ったらいいお金がもらえるに違いないっていうふうにしてしまうと自分が本当に好きなお仕事につけるかどうかっていうところが難しいんですよね。それも自分自身があこれだったら自分は好きでしかも。あのー お金かく稼ぐの好きだからお金をも稼げるやっていうふうに考えるよったらいいんですけれども誰かに聞いて、えー、とじゃあそこはお金に稼げるんだから僕はそんなことそんな仕事を本当はしたくないけれどもお金たくさんもらえるんだったら行こうっていうふうにしてしまうと結構苦しい人生になってしまいますので気をつけてください。で、えー、と世界中にお金の使い方本当にあの世界中の人が全員 幸せになれるお金の使い方が分かっているお子さんが増えるだけで世界平和なんてあっという間なんですよ。あの人を蹴落としてですね、人を不幸にしてもですね、1円でも自分が得をしたいっていう人で埋まったら争いと戦いだらけの世の中になって結局この人も争いや戦いに巻き込まれてあの生涯苦しい思いをするのでございますね。そうではなくってあのみんなでさ、 分け合ってさもちろん自分が一生懸命稼いだ分は自分が好きなことをするよって、あのー、自分もいっぱい使うけどでもこの人お金いっぱい使いすぎて食べすぎたら具合悪くなるしお洋服いっぱいあったらお洋服に埋もれちゃうしあのー、物なんてそんなにいっぱいあっても仕方ないんですよね。 <laughs> なので、あのそれよりも人幸せにした人方がこの人どん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 幸せな気持ちになって幸せな人生になると思います。えー、私自身もあの今は実は無職です。あの大変なことがあってですね、お教室を閉めてしまって今はお金を稼ぐことができないのですけれども、お金稼げなくってもこうやって皆さんにどうやれば幸せになれるんだよっていう話はできるじゃないですか。 なので、の自分ができることで皆さんを幸せにしようっていう風に思います。で、それがあの引いては自分のお仕事に繋がっていくんだという風うに信じて、王、え、道、ー、色の才能を伸ばすために頑張っています。あと、えっ、ー、と私はあの計算が苦手で家計簿つけるのあの苦手なんですね。でも今のお仕事がなくて時間があるので家計簿つけも頑張っています。 じゃあ、えっと、世界中のお金の才能を伸ばしたい皆さん、あのお子さんたちと一緒に楽しんで、えー、素敵なお金の使い方のできる世の中にしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。アアプリシエイ、高梨月つきでした。じゃあ、またね。バイバーイ。